こんにちは。転売アカデミー堀秀夫です。今日はヤフオクを使った仕入れ、あるいはヤフオクを使って販売する、場合のですね、注意すべきブランド、ヤフオクのこの偽造品トラブル安心サポートっていうのは期間限定でありまして、それだけね、ヤフオクは、偽物が多いという裏返しでもあるんですけど、対象ブランドが出てます。で、ざっと眺めてみてね、こんな商品ヤフオクで買う人普通いないでしょうと。ね。普通に考えてバチモンじゃん。で、ヤフオクね、偽物だらけっていうのをよくわかるのが、これ、もともとなんとか風とかね、そういうことを書いて売ってたものは対象外ですと書いてあります。ただそもそもね、なんとか風って言ってね、この、例えばアルマーニ風とかね、ボッテガ・ベネタ風なんて言って、売ること自体が違法なんでですね、やっぱり偽物の話なんだなという感じで、偽物の話のサイトですから、そういうもの、こういうブランドを売っても、当然ね、本物売ったって偽物だと思ってる人しか買わないんで、安くしか売れないと。ね、もしかしたらこれ本物じゃないのって言ってね、本物ですかって聞いたら本物ですって返事しか返ってきませんからね、本物だと思って買ったらどうも偽物臭いとか、あるいはね、偽物臭いの買っちゃったなっていうんだったら、損するだけとかね、格好悪いだけで終わりますけど、それもしね、本物って言ってましたって言って売っちゃったりしたら、これ犯罪ですからね、気をつけてください。一応ね、そういえば買う人いないと思いますけど、ブランド載せときます。もうただでさえ偽物の多いブランドがずらっと並んでますね。この辺のブランドのものは、ヤフオクだのですね、あるいはアマゾンで売っても全く儲からないです。売るならね、実店舗、あるいは、せめて自分の独自ネットショップで、きちんと、売り方を組み立てて売らないと儲かりません。いずれにしろね、今、あんまりね、この辺のブランドっていうのはリスクとリターン考えると、実店舗を持ってる人以外にはおすすめじゃないんで、ヤフオクで扱わない方がいいものと、ね、売るのも買うのもやらない方がいいものということで、ご紹介しておきます。以上、転売アカデミー、堀秀夫でした。